今日ははるくんと一緒にハロウィン限定の手作りラムネを作りたいと思います。これは簡単に作れて、色を混ぜると新しい色もできるらしいので、はるくんと一緒に作ってみたいと思います。そしてこれハロウィン限定のトレ付きですね。かわいいです。じゃあはるくんと一緒に作りたいと思います。大丈夫？大丈夫？違うやん。はい、では開きました。中に入っているのはラムネの粉、青と赤と黄色ですね。してあとこれが型トレーと押しトレーですね。この中に入れてこれで押すらしいです。それでこれがかき混ぜトレーですね。でこれがスプーンです。水を測ったり混ぜたりする。じゃあはるくん一緒に作ろう。おお、いや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 、いいです。はい、じゃあ入れました。これは私の赤ですね。して ここに真ん中に穴を開けて、このスプーンの水すり切り一杯入れます。ここに。それで指で混ぜます。お、いい感じ。いや、はるく吹いちゃダメだって。やめてっては。あー、粉だらけ。かかかかやめてってば。いい。やめてって。かか。もう最悪。おいしい？はい、なんとかできました。あとは色とか混ぜて作っていきたいと思います。じゃあ作ろうか、はるくん。でまだ飲んの適当か。マジで適当じゃん。はるか、青ばっか使わんでよ。ピンクと黄色を混ぜたオレンジになりました。じゃあ早速作っていきます。私のうめえ。ちょっと待ってよ。緑逆だった。はい、じゃあ完成したんで出してみます。お、おーかわいい。お、綺麗にできた。はい、できました。ハロウィンっぽくて綺麗になりましたね。結構綺麗な色。じゃあ食べたいと思います。いただきます。Thank you.
緒に手作りラムネのハロウィンバージョンをしました。ハルくんはまあ微妙でした。血は綺麗にできました。特にかぼちゃとか緑のことかオレンジとか、それハロウィンっぽい。まあ皆さんもハロウィンが近づくのでちょっと大変ですけど楽しいのでやってみてください。まあできれば新聞紙かなんか引いた方がいいと思いますよ。うん、まあということでまた見てね。バイバイ。